クロレムールはネオパーク沖縄の希少種の森で飼育されており、16年ぶりとなる赤ちゃんはオスで、今年4月に誕生しました。褐色の毛に覆われているのが母親のつぼみ、黒い毛が父親のラムです。赤ちゃんは母親のつぼみのお腹にしがみついていることが多い甘えん坊ですが、現在は尻尾まで合わせると体長30センチほどに成長しているということです。大好物はバナナとブドウで、パッチリとした目が愛くるしく、園の担当者は沖縄で見ることができるのはネオパークだけなので、元気な赤ちゃんを見に来てほしいと話しています。